任期満了に伴う千葉県知事選挙が行われ、現職の森田健作氏が新人の2人を破って再選を果たしました。なんか俺たち夢があるんじゃないかと言うならば、千葉ドリームをですね、私は作っていかなければならない。そのためにはですね、まず大動脈の道路網もしっかりしなきゃいけない。無所属で立候補した現職の森田健作氏はおよそ123万票を獲得し、新人で千葉大学名誉教授の三輪貞信氏に94万票余りの大差をつけて当選しました。森田氏は東日本大震災からの復興に力を入れることや、来年3月に期限切れとなるアクアラインの通行料800円の維持などを訴え、幅広く支持を集めました。投票率は 31.96% で、前回より 13.6 ポイント減少しました。